皆さんこんにちは。ちょいワルクッキングのお時間ですと言いながらですね、ちょいワルクッキングのお時間じゃなくて、今日は目覚める体朝カレー、これを言ってみたいと思います。こちらですね、こちらを開けてみてですね、このレトルトパック、これですね、こちらです。茶碗一杯の炊きたてのご飯約 150g にそのままかけ混ぜながらお召し上がりください。冷たいご飯や保温中のご飯は必ず温めてくださいと。寒い時期など温めて召し上がる場合は、レトルトを電子レンジに入れてくださいとね、まあ、こういうふうに書いてます。面白いですね、これね。朝カレーなんですけども、ちょっと今日は夕方なんですが、ちょっとサーフィンで疲れたんでそのまま食べてみたいと思います。さて、あったかご飯ができました。もうこれにかけるだけ。ご飯はね、あちちなんですよね。で、これに切り口をこう、あ、ちょっと飛んじゃった。やっぱりね、このレトルトパックね、この飛ぶのなんとかしてほしいですよね。必ずレトルトパックの周りにはティッシュを置いておく必要がありますね、飛ばないように。あと切った後のこれもね、ちょっとね、こういう感じで、で、かけてみましょう。へー、あ、これならね。で、普通のね、いつも合うよ、あるようなハウスのくくれから、あ、ちょびっとしか入ってない、少ない、少ないけども、あ、こんだけなんだ、これだけなんですね。まあでも朝だからね、これぐらいでいいかも。何グラム？63キロカロリー、キロカロリー、キロカロリーだけど、何グラムだ、150グラム、75グラムかける、2袋ですね。カロリー計算しやすいようにもう、1袋63キロカロリー、カロリー低めですね。で、これでちょっと、おお、あったかいご飯に朝カレー、行ってみたいと思います。いきます。うん、あんまりね、うん、気にならない、気にならないというか、美味しいかも。フルーツ、野菜、スパイス、うん、このあったかくないカレーかなと思ったんですけども、あのご飯に、ちょっとごめんなさいね、かなり混ぜちゃって、うん、このままいくと美味しいよ。これ意外といいかも。うん、いただきます。美味しい。これフルーツ野菜スパイスの方、こちら買いましたけども、もう一個の方も買ってみたいと思います。はい、ハウスの目覚める体朝カレー中辛、これ合格いけました。美味しかったです。うん、マジで美味しい。あ、これいいかも、本当に。ご飯あるだけで。何よりもね、レトルトパック、これもチンしたいとかね、電子レンジしたい、それも邪魔くさいからね。これ、あの、佐藤の、なんとかご飯あるじゃないですか。あの、電子レンジでチンするやつ。あれと一緒にセットで、一袋ずつ売ってれば、もうそこでそのまんまいけますよね。そんなもん食べてみたいと思いました。ではでは、またちょいワルクッキングしましょう。今度はちゃんと。